ジャン君、ポンちゃん。ポンちゃんはピントを外す名人です。また外れた。まあね。ポンちゃん。得意ですから。私得意ですから。ジェン君にはバッチリピントが合います。最近はタッチセンサーみたいなのが便利なんだけど、それでやってもピント外れる外れる外れる。ワンちゃん、黒猫は悲しいね。悲しくないわよ。ああ、外れる。なんかやっぱかぶり物必要だな、ワンちゃんは。これでピントが合います。え、なんかかぶったの？あら。なんか赤いのがかぶされてる。ポンちゃん、本当にこれでピントが狂わないんですけど。
台風は過ぎ去りましたが、ジャン君とポンちゃん、キャリーケースの中に入ってお休み中です。これが災害時であれば、このまま扉をパンパンと閉めて、連れて出せるのですが、さあどうでしょう。でもね、ここに入ることを、怖がらない、嫌がらないという、癖が今つき始めているんだとすれば、これちょっとしばらくそーっとしときましょうかね。はい、いい感じです。ここ落ち着くななんて言ってるとありがたいです。